堺出市の勤労福祉センターで5月13日、親子の工作ワークショップが開かれました。これは木の実を使ってトトロの可愛い世界を作るというもので、堺出市の生涯学習課が開催し、講師を務めたのは桑島みどりさんです。どんぐりをトトロに見立てて、で自然の素材を使ってもう好きなように作っていくっていうものです。あの木の実、あの椿の種とか、あと松ぼっくり、で松ぼっくりやどんぐりにもいろんな種類があるんですけど、そういうものを拾ってきて、であと枝とか、もうあの貝とか何でもありです。あの大きなどんぐりはトトロに見立てて、で黒豆は真っ黒クロスケに見立てて作品を作ります。あの毎回違ったものが作れるんです。だからあの同じ方も参加されてるかと思うんですけど、もういつもあの同じものしかできなければ1回参加すれば終わりと思うんですけど、毎回違ったものができるので何回作っても面白いかなと思うんです。でまたできた作品を並べてあの飾るとどんどん大きな世界になっていきますから、それも楽しいです。この日はおよそ20組の親子が集まりました。このワークショップは人気が高く、昨年に続いて参加した親子も用意されたさまざまな材料を自由に使って自分らしいトトロの世界を作り上げていました。親子で楽しめるので楽しいね。トトロは好きですか？トトロ好きだね。トトロのどんなところが好きなの？かわいい。去年も参加して子どもたちが気に入ったのでまたリピートで参加しています。つけるところが楽しい。つけるところ刺したり置いたりして、わからないところがあったら考えたらできるから、自分の好きなようなイメージで今年はちょっと何も口出しをせずさしてみようかなと。もうあの上手下手ないんです。もうどれも本当にいいんですよ。だから私も毎回楽しみにしてるんです。あの子どもの発想って本当に面白いんです。大人が考えつかないようなことを考えたりしますので、そういうのを引き出したり大事にしたりして、でまたあの親子でコミュニケーションができると思うんですよね。でそれも楽しいかなとか思うんです。で親も童心に帰ってこういうことをするのってきっと久しぶりだと思うんですよね。だからまあみんなで楽しみながら作っていくのがこの講座のいいところかなと思います。次回は6月に親子料理教室が行われる予定です。